稲葉浩志が本日9月30日 NHK 総合テレビにてスタートする第2位デスクコンセールジャパンレギュラー放送の初回に出演する。第2位デスクコンセールはアメリカの公共放送 NPR ナショナルパブリックラジオがネット展開している音楽コンテンツだ。小さな机のコンサートの意味を持つこの音楽プラットフォームは NPR が2008年にインターネットでスタートさせたものであり、文字通りアーティストたちが NPR オフィスの小さな机でパフォーマンスする様子を収めたもの。この斬新なコンセプトから生まれたオーガニックなサウンドと親密なライブの雰囲気はしばたたく間に全米の人気コンテンツに成長。パンデミックを経て人気は全世界に飛び火し、そのラインナップはテイラー・スウィフト、BTS を筆頭に世界のビッグネームを数えるなど、日本アーティストたちにとっても憧れのプラットフォームの一つとなっている。タイニーデスクコンセールジャパンは本家米国 NPR よりライセンス供与を受け、日本のアーティストで制作していくというもの。2024年3月の日本版初回放送には藤井風が登場。その鮮烈なパフォーマンスが国内外で注目を集めた。その後5月に国際放送でレギュラー放送がスタートし、本日9月30日より NHK 総合テレビにて第2デスクコンセールジャパンレギュラーシリーズ放送の初回がスタートする形だ。その初回は稲葉浩志、2024年に10年ぶりのソロアルバムを発表し、夏に全国ツアーを完走した稲葉浩志が最強のツアーメンバーを率いてタイニーデスクコンセールだけのためのアレンジを用意し、東京、渋谷の NHK オフィスで演奏した。もともとアメリカ本国のタイニーデスクコンセールのファンだったという稲葉浩志が、自身の音楽に新しい息吹を吹き込むべくライブパフォーマンスを見せるなど、他では聞けないオリジナルで最高な音楽体験を楽しむことができる約30分間となる。 NHK 総合テレビから日本国内へ国際放送 NHK ワールドジャパンでは、全世界へ向けて日本が誇る唯一無二のボーカルを届けられる。チーバーミリオン、タイニーデスクコンセールジャパン NHK 総合テレビ9月30日月曜日23時23時29分 NHK ワールドジャパン国際放送9月30日月曜日0時10分5時10分12時30分18時30分アプリダウンロードサイト https://www.nhk.or.jp/nhkworld/em/app 出演ボーカル稲葉浩志ドラムズシェーン・ギャラズバス徳永明仁ギターデュランキーボードサム・ポマンチ EN 人体団